はい、おはようございます。本日もですね、山動画上げてまいりたいと思います。本日ですね、来ておりますのは群馬県の水上町にございます。本日アタックいたしますのは日本百名山谷川岳ということでね、行ってみたいと思いますけれども、今ですね時刻が5時でございます。で、こちらですね、谷川岳のふもとの駐車場に来ておりますけれども、もうこちらの駐車場ですね、結構ね車両の方は止まっております。でね、もう今ぼちぼちね登山者の方がですね、スタートされていらっしゃるようなね、状況でございますので、まあそうするとね、本当に私と同じルートの方も結構いらっしゃるのかなということで、ちょっとね、まあ安心なんでございますけれども、まあ安心ということはね、どういうことかって言いますと、今日チャレンジしてまいりますのが日本三大急登ってね、視聴者の皆様ご存知でしょうかね。先日ですね、黒トーネってね言いまして、甲斐駒ヶ岳のルートも一つに入ってるんですけど、今回谷川岳のですね西黒尾根、これがねまたね、いい感じだそうなんですよね。ですので、まああと今の前情報でですね、雪もね、上の方はもう降っているっていうね、情報もありますんで、まあ、どんな感じなのかっていうところでですね、お届けしていければなと思います。で、まあとにかくね、安全第一で、無理しないでね、行ってみたいと思いますのでね、まあ、これからね、もうドキドキワクワクでございますけれどもね、行ってみたいと思います。はい、そんな感じでございまして、こちらのもう駐車場、ほらもうこんな感じでね、かなり止まってますからね。はい、そんな感じで行ってみましょう。今ね猛烈に寒いですね。おそらくね、気温的には氷点下までは行ってないとは思うんですが、本当にもう5度以下の体感ですね。もう相当寒いですね。はい、そんな感じでございます。よっしゃ。でもね、もう星がねすごく綺麗ですね。あー寒い。これでね、あの太陽がね上がってくれば全然気温がねぐっと上がってきますんでね、まあ寒いのはねもう今だけですよね。辛抱ですよね。よっしゃ、行ってみましょう。はい、こちらがですね、谷川岳のね、ロープウェイのなんか建物、なんとかステーションって書いてあるな。まあそんな感じでございます。よし、はい、こんな感じで、はい、さらにね上がってまいります。はい、こちらの建物がですね、谷川岳の登山指導センターおよび谷川岳の警備隊ということでね、こちら休憩の施設になってたりしてますね。あとトイレと水場なんかもねありますんで、まあそんな感じでございますね。ああ、もう完全に車両は通行できないですね。よいしょ、柵があって OK。 ほーら、視聴者の皆様、夜が明けてまいりましたよ。よっしゃ。はい、走行行っておりましたらね、こちら看板が出ておりますよ。あ、本日のね、本当にこれでございますよ。日本三大急登西黒尾根登山口ということでね、看板が出ておりました。そんな感じでございまして、西黒健ちゃん、これから制覇していきたいと思うんですが、いきなりステーキ状態なんだよね、これね。かなり一気にじゃねえや、いきなりこんな感じですね。よし、よっしゃ。あー、こんな感じでこっから本格登山の開始でございます。行ってみましょう。なんかこっから登る人はいなそうだな。なんだかな、結構あのカランコロンカランコロンいたんですけどね、登山客の方が。みんなまっすぐ行っちゃったんで、こっちからじゃないんだね。
西黒健ちゃんはあまりね、登る人口が少ないんでしょうか。よいしょよいしょ。いやー結構これね、やっぱり急ですわ。急だね。で急でね、結構ねやっぱりこっちの方は登ってる方ね、私ぐらいな感じすいますんで、ちょっとクマね今回も追っ払ってきましょうか。これ本当にね急ってことなんで、本当にねおばきゅうですね、これね。おばきゅう、もう今追いつきました。おばきゅうの歌、キュ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 クエスチョンクエスチョン、君は誰、クエスチョンクエスチョン、僕おばきゅうだ。あーきゅうだこれ本当に。あーおばきゅう状態だよこれ。おい寝ろ、ほんとこれいきなり状態でね、おばきゅう、おばきゅう状態。ああ、ああちょよいしょ。お、ああ鉄塔がねありましたね。鉄塔が OK。鉄塔と言いますとね、展望がいいんですよね。ほら展望がですね、あ、ここで待ってれば朝日がね見れますね。これはで上がってきたね、これ今日が。おっしゃ、視聴者の皆様、谷川岳がね見えましたよ、前方のね、朝日を浴びた谷川岳。いやかっこいいな。あ、やっぱりね、雪がね、かかってますね、やっぱりちょっとね上の方はね。まあそんな感じで、で黒トーネのね、また一回これ黒トーネじゃねえや、 あれですね西黒ね、これまた降りるんであれですけれども、あれですよ、まあこの西黒尾根のね全容がまた見えましたね。これぐるーっと行ってね、であれガーッと登ってくるんですね、あれね。そういったことなんだよねこれね。全容が見えました。よし、イメージつきました大体。 OK、 よっしゃ。でまたアップダウンクイズやりましてね、登っていくわけでございますよこれ。よし、あーほーら、もう今バッチバチ、もう紅葉のシーズン真っ盛り、バチバチ。いやー最高。よいしょ。おー、こちら展望スポットでございます。朝日がですね、今ね日の出ですね、ちょうどね今時間にいたしまして、6時20分ですね。いやー来た来た来た、よかった、日の出見れましたね。いやー最高ですね。いやー来た、いやーライジングサンですね。いやーパワーをいただきます、いただきパワー。そんな感じで行ってみましょう。でライジングサンのバックにはね、この谷川岳のね、もう頂がね、もういい感じでね、映し出されておりますよこれ。このですね、この朝日のね、上がってきたこの太陽のね、この感じ、これはたまりませんね、これは。この絵はねたまらないねこれは。まあ同心チャンネル的にね言いますと、たまらんきねー。あー来た、あー来た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 、よっしゃ、たまらんきねー。はあ、よいしょ、
もうね、急登もね辛いですけどね、この太陽ね浴びると本当にね吹っ飛びますよね。この乳酸がバッチバチにね吹っ飛んでね、パワー、ほらパワーにねなっていくわけでございますね、これね。よし、よいしょ。どうですかね、これなんか抜けてるんじゃないかな、これ景色が。よいしょ、はぁ、あ、ほれ、はぁ、あ、ほら、ほら、はあ、よいしょ、あぁ、ほら来た、ほら展望ポイント来たでしょ、ほら、あぁ来た、展望ポイント来ました。視聴者皆さん、いやー、これはたまらんきな、たまらんきね。いや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 、そんなわけでございましてね、こっからもう抜けてんのかな、これ。あー、たまんないですよこれ。でこっからがね、もう岩場って感じなのかな、抜けてますね。でね、もうこちら、霜柱もねがっつり結構こういい感じでね真っ白くなってますんで、これも朝方はこの辺は氷点下ですね、確定ですね、氷点下確定。はい、でも岩はねこう太陽で乾いてるんで、これいいですね、救いですね。 OK。 あー、でもこういうね凍ってる岩は注意だな。よし、あー、そんな感じでね、岩スタイルになってまいりました。 OK。 テンションもりもり状態ですよこれは。はあ、あり、はあ、よいしょ、あー、いいねいいね、 OK。 よいしょ、あり、おお、谷川岳がね近くなってきた。あー、白いのがね、雪が目の前に押し迫ってた感じですねこれね。あー、来たぞ来たぞ来たぞ、谷川さんが、あれい、ほーらねえ、あーら来た、あーら来たよ、来た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 、よし、あーしょ、オーケー。本日の一発目の鎖場ちゃんでございますね。こんな感じでございまして、行ってみたいと思います。 OK。 テンション猛烈、高度感も抜群、猛烈状態、猛烈状態。あー、来た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 、あー来たよ。あ、でもねこれ鎖なくてもいけますね。足掛けるとこちゃんとあるんで、まあちょっと岩質はねツルツルなんでね、これ注意ですけど、大丈夫ですね、登りやすいですね、まあまあ。あ、でもこれやっぱり鎖ないと、でも確かに岩質はねこれツルツルでございます。結構怖いですねこれ。こんな感じで鶴岩、鶴岩状態。あー、これツルツルだね。うん、あったはいいねやっぱり鎖は。うん、まあこんな感じでねございます。あ、ツルツル、ツルンコ状態、ナイスパンチスタイル、ナイスパンチルート、本日一発目のナイスパンチクリア、オーケー。あー、でもこれ岩がねやっぱりこれ視聴者皆さんツルツルなんで、これはねマジで油断、マジで禁物ですね。よっしゃ、あー、すげー、こらすげー、あー、あー、この西黒ケンちゃんはねこれずっとこれ登ってきたんですね、これ塔あれですもんね、真下にありましたから。
ずっとこれをね登ってきた感じでございますね。で谷川さん目の前じゃないのこれ、谷川さんこっからがねもう本番スタイルでございますわね。これ今回のこのね西黒健ちゃんのね本番スタイル、いやでもねもうこれだからね山はやめらんないんですよね。このねもうあれ開放感ですかね、もうこの展望どれほれ、あれじゃないですかこれ、富士山見えますね、富士山来たね、これ絶景ですねこれ、もうね前に進まねえわこれ、絶景すぎちゃってこれ、たまらんきね、もうあっかんかんのかんでございます。あ、なんか動物が鳴いてんな。よっしゃ、オーケー。いやーこれだよ、これなんだよね。いやーたまらないですねこれ、この岩の稜線歩き、これですね醍醐味ですね、これこのルートの。もう今ね一番これ美味しいところでございますよね、これ。よし、ああいいね、これはいいね、ちょっと見入ってるとね足元取られちゃうんで、足岩がね結構ツルツルでゴツゴツなんでねちょっと危ないねこれ。よし、しっかりね一歩一歩踏みしめてね参りますんで、そんな感じで行きましょう。 OK、 はーい、 OK、 よいしょ、 OK、 ナイスパンチ、 OK、 はーい、 はーい、 はーい、よいしょ、もう紅葉もねバッチリンコですよねこれね、ほんと見頃ですよね、バッチリンコ、紅葉バッチリンコ、ナイスパンチナイスパンチ、いいですねいいですね、鎖場がいっぱい出てきましたね。オッケー、ああこれはあれだね、なかなかですねこの鎖、やっぱりこう岩質がこれねツルツルなんでね、こんな感じでいい感じでございますねこれ。あれ、ああつるいわだねこれ、ほんと確かにこれ、強度 OK、 確かにこれねあれかもしんないね、つるいわなんでこれは結構怖いだわねこれ、ほらつるいわ状態、よいしょ、ほらね、はい強度 OK、 これつるつるなんですよこれ、岩がつるいわなんで、ほらつるいわ三太郎なんですよこれ、オッケー、ほら、あ、確かにこれはねちょっと視聴者の方がねあそこね結構危ないよってね教えてくださってたんで、ここのこと言ってんのかな、これ結構危ねえわな、はあ、オッケー、ナイスパンチルート、あり、あー、おーおーおー、いいね、これはもう激だね、激パンチになってきましたね、視聴者の皆さんね激烈猛烈になってきましたね、こういう方が怖いよね、こういうやつの檻の方が、おーこれ激烈猛烈、おー激烈猛烈、あー、
できると思うやつ。あれ、ディップス、ディップスですねこれ。よし、ディップス、おっしゃ。いやー、激烈猛烈状態になってきましたね。よし。でもこの鎖がね、これステンレスじゃねえな、これアルミかなんかの材質なんだよねこれ。だからこう鎖自体がね軽くて、いいですね。鎖の重みがあんまり感じられないんで、登りやすい感じでございます。ナイスマッチルート。あーもうたまんねえなこれ。おー、よっしゃ、来てる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 よ。いやー来てますね、来てるわよ、行くわよ。あーこれはいいや、楽しくてしょうがねえよこれ、楽しくてしょうがねえ。おり、よっしゃ、おー来た、谷川さん大迫力じゃないですか。谷川さん、いやー近くなってきました。谷川さんが、いやーたまらんたまらん、圧巻感の感、あー富士山も見えて、圧巻感の感でございますねこれ。おげおり、圧巻感、カンちゃん状態。よし、よっしゃ、あれ、おー、あー最高、西黒、西黒最高、あーすごい、よいしょ。あ、こちらポイントでございますね。ポイント来ました。はい、ラクダの背、こちらラクダの背というね、ポイントでございます。ラクダの背からのもう360度の展望は圧巻感の感。いやー本当にねすごいですよこれ。谷川岳飲み込まれますねこれ、この圧巻さ、カン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 状態、いやーカンカン状態だよこれ。いやーそんな感じでございます。よっしゃ、よっしゃ、行きましょう。また降りるんだね、降りて、そうっすね、これ降りて登ってくるんですね、そうっす、そういうこと、そういうことでございますね。はあ、よし、はい、こちらもねポイントになってます。西黒尾根ガレ沢の頭ということでね、あ、こちらもね、なんだろうね、これ元号振動っていうのはこれがね、ありますけれども、侵入防止のね、ロープが設定されてますね。まあそんな感じでございます。はあ、おっしゃ、あれ、はい、定刻となりましたのでね、朝飯タイムしていきたいと思います。今日はねまだピーナッツパンはね、まあ、一応買ってきたんですけど、こちらでございます。おにぎり2個食べていきたいと思います。はい、そんなわけでね、おにぎり休憩終了しましたんで行ってみたいと思います。よっしゃ、ね、エネルギー補給すればバチバチにパワーがみなぎってまいります。よっしゃ、よいしょ、なかなかね、なかなかいい感じのパンチになってきましたねこれね。またまた地味なね岩場のね急坂でございますね。結構地味ですね。オッケー、あれ、よし、
あれ、あーしゃ、こんな感じね。行ってみましょう。よし、オーケー。本日ね、今年初の雪だな。雪確認、オーケー。こんな感じで、はあ、でも雪もね、結構こう硬い感じなんで、一回降ってそれが閉まった感じだな、これね。そんな感じですね。あ、こっからね、結構雪がちらほら出てまいりましたね。よし、ちらほらスタイルでね、雪が来てますね。よっしゃ、あれ、よっしゃ、あーしゃ、おーすげえ、かっこいい岩ですね、前方の岩もね、すごいな、あれ、すげえな、よし、うん、よし、あ、ずっと鎖がありました、これ、鎖出現、長い鎖、OK、はあ、うう、よいしょ、ああ、OK、よいしょ、ああ、これはね、激パンチですね、これね、激パンチ。でも雪がね残ってるけど、ちょっと溶けてね、こんな感じで岩がね、ちゃんとしっかり出て乾いてますんで、 OK です、助かりました、 OK、 あれ、しゃあ、 OK、 よいしょ、よいしょ、おお、すげえな、鳥がいっぱいいたな。よいしょ、おい、おれ、しゃ、よいしょ、オーケー、よいしょ、おー、すげえ、あー、たまらんですな、たまらんですよ、このやば、オレ、よっしゃ、クリア、よし、あー、オーケー、あー、確かにこれ雪ががっつり積もったらね、これ怖いですね、確かにね、オーケー、よっしゃ、オーケー、ほら、高度感はね、バチバチですからね。え、オッケー。ああ、ああ、いや。ああ、来た。よいしょ。雪が、いい感じにこちらは、積もってます。よいしょ。よいしょ、あれ、オーケー、あー、よし、ナイスパンチ、オーケー、あれ、
あーれ、はあ、オッケー、よっしゃ、オッケー、よっしゃ、よっしゃ、なかなかですね、なかなか急だから、おしょ、滑るな滑るな、意外と岩質が、よし、オッケー、あー、よし、あー、あり、あー、富士山がね、綺麗ですね。いやー、最高ですね。あり、あー、あー、まだ結構登りますね。まだまだだね。よいしょ。ずーっとね、そうですね、この稜線を。こう行く感じですもんね、はあ、了解、はあ、じゃあいいね、ゴジラスタイル、もう完全ゴジラスタイルだね、これはゴジラスタイル、 OK、 OK、 雪もあって気をつけてこう、はあ、ゴジラスタイル来た、はい、オッケー、オッケーゴジラ、よし、オッケー、あー、いいね、こっちも、いやー、カンカンのカンだよ、ほら、あー、来た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 、よいしょ、オッケーゴジラ、オッケー、あれ、よっしゃ、おし、あれ、あれしゃ、よし、ああ、雪もね、しっかりこう、まだ時間も早いんでね、閉まってますね、閉まってるんで踏み抜きはないですね、歩きやすいです、すごく、よいしょ、 OK、 ナイスパンチの激パンチ、 OK、 よし、あー、ナイスパンチ、あいしゃ、あいさ、あー、なかなかやっぱりね、日本三大急登っていうのもうなずけるわね、これ、あー、ナイスパンチ、あー、悪い、まあ、こんな感じでね、まあ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 、パーパー、あー、悪い、いやー、こっちか、こっちだな、ああ、1、2の、よいしょ、ああ、悪い、ナイスパンチ、ああ、よっしゃ、クリア、ああ、まだまだ、まだまだ続きますね、これ、まだまだ、まだまだ、行くわよ、行くわよ、まあ、そんな感じでございましてね。よいしょ、よいしょ、オッケー、こっからこっから、よし、おっしゃ、ここですね、あら、来た、いやー、来たね、オッケー、
あれ、あ、よいしょ。なかなかどうして、どうしてなかなかってことですねこれね。はあ、あれ、あ、このね岩も一枚岩ですごくこれかっこいいですね。あー、いいですねこれね。はあ、よいしょ。あれや、オッケー。はあ、あー、これスリップ注意ですね。スリップ注意。おお、これ結構怖いねこれ。ツルツルで、あー、ツルツルしてて、あー、ツルツルですねこれ。あー、怖いな。おい、怖い。あー、ツルツル、ツルツル、ツル岩スタイル。ああ、オーケー、よーし、よし、こっちだ。ああほらね、ツル岩スタイルなんですよねこれ。ああ、ツル岩スタイルでね、結構これ危ないね。確かに、つる岩、つる岩状態。 OK。 あー、でパキパキですからねこれね。パキパキにこれ凍ってますんで、つる岩スタイル注意。これすごいですよねこれ、一枚岩で。よっしゃ、おお、こら怖えな、ほら、鶴岩で、鶴岩、おお、怖い怖い怖い、ああ、よいしょ、1、2の、よいしょ、鶴岩のね、パッキパキですからね、これね。よし、はあ、おお、来た。来たぞ、鎖ちゃんが。これはこっちから行っちゃった方がいいでしょうね。ああ、よいしょ。ああ、よいしょ。おお、ずーっとこれ、ずーっとね、視聴者皆さんね、鶴岩がね、鶴岩の鎖が続きますね。ああ、これ確かに嫌だな。確かにね、これは結構危ないですね。で、雪がね溶けてね、パキパキに凍ってるんですよね、足場がね。ああ、確かに。ああ、でも鎖あって助かりますね。 OK、 今日だ。 OK、ほら、滑るでしょこれね、滑るんですよ。なんでしっかりね、角度取ってしっかりいきたいと思いますけど。よし、 OK。 おお、これ確かに危ねえわ、危ない、これは危ないね。確かに滑落注意ですねこれは。ツルツルなんで。よいしょ。ああ、悪い。よし、悪い。ああ、おー、 OK。あー、クリア、クリアしました。次のアクションはね、まあ続くでしょう、この手のアクションは。バチバチに
よいしょ。おっしゃ。このね、鶴岩の状況でございますけれどもね、なかなか持ってどうしてですけども。でこれがね、おそらくですけどね、懺悔岩っていうね、岩の名前がねついてますね。これおそらくそうですね。でもうつららがね、こちらの岩にはねもうね、ありますのでね、すごいですね、つららがね。あー、いやー、よっしゃ。しかしね、なかなか激パンチでございますわ、これは。よいしょ、激パンチ状態。あー、よっしゃ、激パンチ。あーれ、よいしょ。あー、よいしょ。あー、お、鎖があった、鎖が。あー、よいしょ。よいしょ。おお、ナイスパンチ、ナイスパンチ。ああ、鎖が、この鎖は古いな。よし、オッケー、オッケー、クリア。よし、今ね、地図で確認しましたが、間違いなくね、こちら懺悔岩ということでございますね。でもう見てくださいよ、あのもうつららがねすごいですよね。はい、そんなことでございまして、いやー、しかしね、これね、今ずーっとね西黒ちゃん登ってきてますんでね、なかなかまだまだ、もうちょっとか、もうちょっとですね、これ越えていけばね、なんとか攻略できますんで。ただちょっとね、雪の方がやっぱりね、上に来れば来るほどやっぱり、深くなってくるんでね、そこだけちょっと注意してね、あと岩質がね、やっぱりツルツルなんですよね。それがやっぱり、あったあったあった、ほらほら、懺悔岩ね、表示ありました、これね、これこれですね、懺悔岩これですね、おそらくね。 OK、 OK、 あー、ほら雪がね深くなってきたよね、これ。あ、こっちじゃねえんだ、こっちは懺悔岩なんで、こっちなんだ。よいしょ、これ雪がねちょっと深くなってきたんで注意ですね。よっしゃ、ああ、よっしゃ、はあ、はあ、ああ、よっしゃ、はあ、ああ、一歩一歩ね注意していきたいと思います。はあ、OK、 ああ、いやー、あーりー、よいしょ、はあ、オッケー、あー、深いね、雪が深くなってきたね、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、あー、あー、よいしょ、はあ、オーケー、ああ、よし、ああ、ふう、やれ、あれ、ああ、きた、すげえ。よいしょ、よし、さらにね
雪が深くなってまいりましたけれども、よいしょ、 OK、 OK、 よっしゃ、もうね、目の前になってきましたよ。だいぶ近くなってきました、谷川さんが。よし、よっしゃ、おしゃい、よっしゃ、目の前にね、分岐が見えますね。 OK、 すげえ壮大、よし、あーすごい壮大だな、もうこれもいいな、これで、すげえ、よいしょ、おー、ラストだね、もうちょいだね、お、なんかありましたね。よいしょ。この、ありましたよ。ね。7合目なんですね、これね。西黒尾根。ね。ということでね。よし。OK。こっちか。よいしょ。いやーもうたまらんきねー、圧巻かんの巻、いやーすごい、ねえ、これ下バキバキなんで、これほんと見とれてるとね、滑落の、これバキバキですからね、これ氷でバキバキの氷状態なんで、バッキバキ、ちっちゃいですねこれ。よっしゃ、よっしゃ、こちら、こちら、すごい分岐のかっこいい看板がありました。よいしょ、来たよ、よっしゃ、来ました。こちらはすげえなこれ、谷川岳、トマの耳、西黒尾根の看板も出てるね、そんな感じでございますよ。来ました来ました、 あとトマの耳まで、150m でございます。よっしゃ、行ってみましょう。よし。よいしょ。150m。トマの耳。言いづらいですね。トマの耳。噛んじゃいそうですけどね。よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。やっぱりすごいね、雪が。すごい。悪い。雪が。悪い。よっしゃ。よっしゃ。悪い。かなりね、これ。これ、踏み抜きの跡あるんですけど、60、70センチですかね。積もってますね。はい、すげえわ、
よいしょ。あ、カンカンのカンだよな。もうここは視聴者の皆さん、ノーカットですね、これはね。ノーカットスタイル。あ、カンカンのカンだよこれ。来た。あー、トマの耳、お耳、お耳に来たぞ、谷川岳。よっしゃ、あー来ました、谷川岳って三名番があるじゃございませんか。よっしゃ、あー来た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 、来ました、谷川岳山頂1963メーター、トマの耳ですね、こちらね、でかいねこれ、三角点がね、すごいねこれ、将棋盤みたいな三角点がございますね、これ将棋盤みたい、でかいですね、40センチぐらいあるのかなこれね。はい、そんな感じでございまして、でトマの耳からの360度の展望はもう視聴者の皆様、あっかんかんのかん、こんな感じでございますよ。あっかんかんのかんちゃんじゃございませんかこれね。え、いやー、これだからね、本当にもう素晴らしいよねこれ。やっぱりこれ日本百名山ですね。このもう稜線たまんないですね。かっこいいですねこの稜線が。あー、かっこいい。あー、すごい深い。で、あっち富士山、富士山が見えますね。はい、そんな感じでございまして、でね、あ、まあとりあえずね、トマの耳でね、こんな感じでございます。やりました、やりました、撮りました。はい、そんな感じでございまして、はあ、でですね、この先あれがね、また沖の耳っていうねやつで、あっちの方が標高が高いもんですからね、ちょっとあっちの方も行ってみましょうかね。まあそんな感じでございまして、行ってみましょう。はい、それではね、バッチリね、写真もね撮りましたんで、あちらの沖の耳に行ってみたいと思います。よいしょ。よいしょ。いや、下りは注意だねこれ。よいしょ。いや、オーケー、よし、よっしゃ、すげえなこれ、岩が、岩がすごいですね。はあ、こっちですね。よし、ああすごい。よっしゃ、滑るぞこりゃ。ああ、ちょいですね。ああ、慎重に行こう、慎重に。オーケー。おお、いやー、あ、こっから見るとまたすごいですね。本当に耳に見えますよね。トマの耳、耳すごいな。よし、あ、もうちょっとですね。あれ、ラスト
ラスト行くぞーい。よっしゃ、ラストパンチ。よいしょ、集中。あー、こっから見るね、トマの耳、あかんかんの感ですね、これね。最高ですね、これ。よっしゃ、あー、そうしゃ。そんなわけでもうちょっとですよ、もうちょいちょいですよ、ラストパンチ。来ました、谷川岳沖の耳、1977mということでございまして、到着いたしました。 OK。 で、沖の耳の方がね、こちら標高がね、若干高いんですね。ただ見た感じですとね、三角点はないんですね、こっちは。なんであっちのトマの耳の方はね、大きな三角点ありましたけれども、はい、そんなわけでございましてね、こちら谷川岳、沖の耳からのですね、360度の展望をお届けいたします。もうね、圧巻感の感ですよ。もう本当にね、素晴らしいですよ。で、さっきのね、あちらがトマの耳で、トマの耳の奥には富士山がですね見えますね、くっきりとね。圧巻感の感、はい、こんな感じでございまして、いや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 、最高ですね。はい、はい、こんな状況ですね。で、こっちのね、この稜線がね、かっこいいですね。二股に分かれてるね、最高にかっこいいですね。はい、はい、そんな感じでございます。沖の耳と私ということでね、一緒に撮っておきましょう。はい、そんなわけでございます。ちょっとまたね、ここで、パン休憩、したいと思います。はい、そんなわけでございましてね、山頂で、ピーナッツパンということで、いつものね、薄皮パンを食べていきたいと思います。はい、そんなわけでございましてね、パン休憩を終了いたしました。で、今日はね、谷川岳のね、トマの耳と沖の耳ということで、どっちもですね、ピークね、取りましたんで、最終目標ね、達成しましたんで、これからですね、下山の運びを取りたいと思うんですが、下山はですね、ちょっと周回ルートでね、天神平方面ですね、で、下山をね、していきたいと思います。まあ、そんな感じでございまして、行ってみたいと思います。よっしゃ、それではね、下山していこうと思うんですけどもね、やっぱり雪がね、これほら、パッキパキのパッキパキのバッキンバッキンにね、凍ってますんでね、おーしょ、気をつけてね、一歩一歩ゆっくりね、降りていきたいと思いますけれども、よいしょ、よいしょ、バッコール、ほらほら、オーラ、オーラ滑っちゃった、これ、オーラ滑っちゃった、これ、よいしょ、ね、そういったことでね、ゆっくりね、ゆっくり行きますからね、本当に、よいしょ、ゆっくりゆっくり、おー、いやー、でもね、すごいですね。かっこいいですね、トマの耳ね。いやー、でもちょっと見とれてらんないんだよね、これ。危ないんですよ、本当に危ないんですよ、滑っちゃって。これ、ここはちょっとね、
ミスできないんで慎重に行きたいと思いますね。よいしょ、おり、慎重に行くね、慎重に行きましょう、慎重に。あー、トマの耳直下でございますけれども、太陽とトマの耳、この絵は素晴らしいですね、これね。はい、時間もね、9時を回りましたんでね、だんだんね登山客の方が増えてまいりましたね。もうロープウェイもねやってますんでね、まあそっちの方の利用されている方も流れてきてるのかなという感じでございますね、これはね。よし、あーすげえなこれ。おっしゃ、ねえ、沖の耳でございますよ。よし、いやー素晴らしい。まあ、そんなわけでね、トマの耳をショートカットしまして、そしてですね、あちらにね小屋があるんでね、あっちちょっと寄ってみましょうね。結構立派なね小屋ですんで、なかなかいい感じでございますね。でこっちですね、下山は天神尾根でございますね。なんでちょうどいいんですね、こっちの小屋経由で下山する感じでございます。よし、よいしょ、かなりね登山客の方が増えてまいりましたね。よいしょ、はい、こちらですね、小屋でございますね。よいしょ、あ、谷川岳型の小屋ということでございますね。かなりね、立派な避難小屋でございます。よいしょ、すげえなこれ。あー、肩の小屋、売店とかもあるな。あー、あ、もうかんな、あの完全にですね、あれですね、避難小屋じゃねえんだなこれ。本当にしっかりした、あ、もう売店のあるですね、あれですね。あー、なるほどなるほど。あ、宿泊施設なんかもある感じですね。あ、なるほどね。あ、で、トイレもね、ございますね。はい。はい、トイレの、利用、100円。ということでございまして、こんな感じで、トイレチェック。まあ、こんな感じで、綺麗なね、トイレが、ついてますね。OK。そんなわけでございまして、それでは下山の運びを取っていきましょうか。あ、こっから見るね稜線も絶景ですね。これは素晴らしいですね。あー、いいね。はい、そんな感じでね、こちらの天神尾根コースでね下山していきたいと思いますね。よし、
よいしょ。こんな感じで深いとこですと本当に5、60センチぐらいですかね、そんぐらいのね、こちらのルートも積雪がありますね。よし、よいしょ。でこちらのですね、天神平ルートはね、まあ、こんな感じでね、ちゃんと、まあ、かなり整備されている印象ですね。でおそらくですけどね、あっちにね、ロープウェイがあるんですよね、なんでロープウェイで、皆さんこっち利用してね登ってくるんだと思うんですよね。なんでね、初心者の方にもちゃんとしっかりね、危なくないようにっていうことでこちらしっかりねこう整備されてるんじゃないのかなとこう思いますけれども、よいしょ。はい、こんな感じでね、天神平の斜面の方がねずっと雪が積もってますね。まあ、斜面はねそんなに急じゃないんでねあれなんですけどね、上からですねこう見た稜線なんですけどね、こう下からねまた見るといいですね。かっこいいですねこの稜線が。まあそんなわけで、まあとにかくねこちらの天神平の方は人が多いですね。相当数これすれ違ってますねこれは。よいしょ。おお、はあ、あーもうね沖の耳が見えなくなっちゃったな、あれかな。ああ、なんでね全体的にやっぱりねこっちの天神平の方はなだらかなんですよね、傾斜が。よいしょ。こちらがですね、ポイントになってますね、天狗の泊まり場ということでございまして、もうね人がいっぱいいてあれですね、まあちょっととりあえず行ってみようか。はい、こちらのポイントからの展望でございます。はい、こんな感じでございますね。よしよし、行ってみましょう。よっしゃ。おー、でもこっちのあれだな、天神平いいですね、展望いいな、最高ですねこれ。オッケーオッケーオッケー、これは最高だな天神平は。いやー、あのね前方のあの稜線の先端のね、山でございますけども、ちょっと名前がごめんなさいね分かんないですけど、槍ヶ岳見たくてかっこいいですねあれね。いやー、かっこいいな。まあそんなわけでございまして、よっしゃ。ロープがありましてね、意外とここパンチございますね、ナイスパンチルート。よいしょ。よいしょよいしょ。お、またね前方の家もなんかのポイントになってるんですかねきっとね、ポイントがありますね。ちょっとね人がいっぱいなんでね、ちょっとスルーしちゃおうかここは。よし、よし。おお、すごいね、すごいですね。でもこっちの天神平もね意外とこんな感じでね、いい感じの
岩場ですからね、これ。結構登りはね、これ効くと思いますね。ただほら鎖場がね出てきましたんで、こんな感じでございますね。よいしょ。はい、こちらですね、何でしょうね、避難小屋でしょうか。あ、避難小屋ですね。避難小屋がありますね。熊穴沢避難小屋ということで、避難小屋チェック、まあ、こんな感じでございますね。はい、よし。そして、ロープウェイがですねこの先にあるんですけどね、まあ、天神平方面に、ね、そのままね向かっていきたいと思います。よし。ここまでですね降りてきますとね、トマの耳と あれですね、沖の耳かがどっちも見えますね。あ、これ登ってきたんですもんね。ずっとねこっちの天神平も意外とね意外と急ですからねこれね。はい、そんな感じで、あ、山頂手前の懺悔岩もねこっからよく見えますね。よっしゃ、入ってみましょう。よいしょ、よいしょ。ね、こんな感じで木道の木ちゃんでですねしっかりとね整備されてますね。バッチリバチバチのバッチリンコでございます。おう、はい、こちらですね分岐でございまして、田尻尾根コースとあと天神平ですね、こちらの分岐になってます。でこちら天神平行っちゃうとロープウェイになっちゃうんですね。ですので、こちらですね、田尻尾根、コースということでね、行ってみたいと思います。よいしょ。 OK、 でね、もうロープウェイ、通過ですからね、もうこっからはね、おそらくですけどね、登山者が一気にね、いなくなると思いますね。もう全部ねおそらくロープウェイのお客さんだと思うんですよね。今のもう相当数すれ違いましたけれども、もうすべてほぼすべてロープウェイ使用されていらっしゃると思うんで、こっからはねまたいい感じでね、やっぱ人がねいっぱいいるとねなかなかねあのでかい声で喋るのもねちょっとねなんか申し訳ないんで、ちょっとついついね小さい声になっちゃうんですけどね。ね、こっからはもういませんよ人は。よいしょ。ね、そんな感じで行ってみたいと思います。おお、ロープウェイがね見えましたね。すごいですねロープウェイ。そんな感じでございまして、はい、よっしゃ、よいしょ。ああ、こっちの景色もいいですね。はい、やっぱりね、予想通りでございまして、全く来ないですね、誰も。誰もいない。これですよ、やっぱり。やっぱりね、誰もいないに限る。いないのがいいですね、誰もね。まあそんな感じでございまして。ああ、よいしょ。まあいずれにいたしましてもね、今はもう紅葉がねもうベスト状態ですよねこれね。ほら紅葉もうベストカメラ、そんな状況ですよこれ。ほら、はあ、まあ、紅葉をね望みながらさらに降りてまいりたいと思いますよ。よっしゃ、ディップス、ディップス。おお、この絵はねいいですね。紅葉がもうねここと奥と
もうバチバチに紅葉が広がってるじゃないですか、これね。えそんなわけでございまして、よいしょ、 OK、 よいしょ。はい、視聴者の皆様、ロープウェイでございますね。もうこれに乗っちゃえばすぐ降りちゃうんですけどね、ロープウェイ、ほらこんな感じで通ってます。ロープウェイ素晴らしい。はい、でも使いませんまあ基本的なスタンスとしては、私はロープウェイはね、使うときはなんか、まあよっぽどのなんかあれですよね、非常事態があったときみたいな感じなんでね。あとはあれですかね、子供と一緒でね、もうどうしてもロープウェイがいいってね、なっちゃうと、まあ、使うかもしれないですけど、まあ一人で使ったことは今までないですかね、ロープウェイはね。まあそんな感じでございますね。よし、でロープウェイのこのね下をずっと降りていく感じなんでしょう、これは。ほらまたロープウェイだ、ロープウェイ来た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 、ロープウェイ。よし、なかなかね、土がちょっと滑るパターンですね、これは。よし、結構怖いねこれ、意外と、ほら意外と滑りますねこれ。よいしょよいしょ。はい、こちらでございますが、田尻尾根入り口ということでね、出ておりました。でね、こんな感じでございまして、こっちでございますね。はいはい、そんな感じで、よいしょ、ちょっと開けましたね、さらに。はい、そんな感じで、お、また来たぞロープウェイが、来た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 。はい、そんな感じでございまして、行ってみましょう。はい、ラストラストスパート、よっしゃ、あと30分ぐらいでしょうかね、そんぐらいで降りられると思いますね、ラストスパート。よし、あらららららら、これなんだこれ、これはね、林道がね、崩壊してますね、これは。一丁目一丁目、ワーオですね、これはね。ああ、なるほど、なるほど。どう行きましょうね。こっちから行くか。一丁目一丁目、ワーオだな。で、これね、本当に視聴者の皆さんね、これ結構私、ドボンしてますからね。もうちょっといいよね、ドボンは。寒いから。もう寒いんで、今ドボンしちゃうとまだ、ちょっとあれなんでね。ドボンはコリゴリ、本当に、あらららら、まあそんな感じでございまして、 OK、 よいしょ。ああ、この絵は素晴らしいですね、これ。紅葉が、わあすごい、ベストスタイルですねこれ、紅葉。ああいいね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 、紅葉が素晴らしい。ああすごい、素晴らしいですね。よいしょ、ああよいしょ。はい、今ね降りてまいりましたけれども、今ねちょっと別のちょっと登山客の、ね、方と喋ってたらね、喋りに夢中になっちゃって道間違っちゃいましてね、今そこからね、下山してきたんですけど、今こっちのロープウェイの、ね、方に、ね、間違ってちょっと話してたら行ってしまいまして、で私の止めた駐車場はね、こちらになりますんで、まあそんな感じでございまして、はい、いやよかったよかった。でもね、かなりねこちらすごいですね、やっぱり渋滞が。もうやっぱり紅葉シーズンなんでね、仕方がないですねこれね。で今ねこっから出てきまして、こっちになりますね。はい、すげえ渋滞だわこれ。これみんなこれロープウェイだな、これこれ行き止まりになってんですよこの先が。なんでこれはみんなもうロープウェイですね、これは。
すごいなこれ、ロープウェイ。おーっしゃ、来ました来ました、駐車場に戻ってまいりました。あーすげえなこれ、駐車場はね、これほぼ満車ですねこれ。あーね、こういうわけなんですよ、やっぱり紅葉シーズンなんでね、満車なんですねやっぱりね、これね。わーすごいすごい、これは、はい、こんな感じでね、谷川岳インフォメーションセンター、何なんでしょうかねこれね。まあそんな感じでね、もう駐車場はね、もうほぼ満車でございますねこれね。まあそんな感じでございます。やっぱり人気のねこれ山でございますね、これはすげえわこれは。はい、無事下山完了いたしました。本日登ってまいりましたのは日本百名山谷川岳ということでございましてね、谷川岳の中でもですね、日本三大急登でございます西黒尾根をですね制覇いたしました。西黒尾根をね登った感想でございますけれどもね、まあ、前回の黒戸尾根と比較いたしましてね、まあそんなに思ってたよりはね、まあ、想定内のないみたいなね感じでしたかね。でもまあ、あの辛いのはね、辛かったですけれどもね、まあ、体力勝負でいけるのかなという印象でございました。ただね、あの山頂手前のもう動画の通りでございますけれども、岩ですね、あれの岩質がね本当にツルツルなんですよね。なんであれが、あの例えばですけれども雨とか、これからの季節は雪ですよね、そういったものになってきて濡れているとなると、やっぱりね滑落の危険はね、大いにあると思います。あと今回の私ルート取りの中でですね、天神平方面ね、降りてきたんですけれども、これベストですね、もう西黒で登ってがっつりね、いい感じでね達成感を得て、そして安全に天神平で、降りてくるというようなね、スタイルでございます。これ今回のねこのルート取りは本当に個人的にはですね、すごくおすすめでございますね。ある程度体力にね、自信がある方でしたらね、本当楽しめるね、ルートだと思います。でもうね、山頂付近の景色はもう猛烈なね、絶景でございますんで、本当にもうルートも面白いですしね、景色も最高でございますしね、で危険ポイントもそんなにはないですから、はい、非常におすすめでございますということでございまして、今回の動画は以上になります。視聴者の皆様方の本当に今まで楽しかったルートとかね、私に登って動画に上げてほしいルートとか、まあ、そういったものね本当にコメント欄の方でお待ちしておりますのでね、ぜひご教示いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。またですね動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。